え皆さん、こんばんは。立憲民主党の衆議院議員、原口和郎です。えー、今日ですね、足立さんにちょっとお願いをしました。小西さん、もうちょっと守ってくださいと。で、維新、日本維新の会、まあ、これには言いたいこと、山ほどあります、うん。もともと日本維新の会っていうのをですね、政治団体なんですが、地域主権改革のために、 あれは138人の国会議員で立ち上げたのがですね、ちょうど2011年なんですね。2011年の3月。で、同じ名前の、あの、のはなかったんですよ。日本維新の会っていうのは。で、それでずっと地域主権改革をやってて、ところが途中大阪維新の会っていうのが出てきて、政党の まあこれ実際、橋本さんに人義を切られたんであの、あれは私の民主党代表選挙の時でしたね、大阪で、えー、同じ名前なんだけど、政党なんで、まあ、目をつぶってくれということだったんですね。まあ、でも結局ですね、もう何がなんだか分からなかった、その後あの政党の方の日本維新の会は、維新の党とか、いろいろ名前が変わるんですね、今、日本維新の会っていう形になってて。 もうちょっと自分が作ったあの日本維新の会政治団体ですね。しかも138人も国会議員いましたからね。で、それからするともう混,混同するんで使えなくなっちゃったんですね。だからまあちょっと言いたいことはいっぱいあるし、そもそも地域主権改革と極左グローバリズムっていうのは真逆ですからね。まあそれは後で言うとして、私今日足立さんに まあ、小西さんを守ってくださいよって言ったらさっき、まあ、これが精いっぱいですってやってくれてですね私はや足立康史っていう代議士あのみんなボロカス入試維新の中でもですねあの得意なまあ民主党に対する口汚い批判でもあ,のあれなんですけど基本的に彼のようなこれあの今 大阪とかで戦ってるから、あの、申し訳ないんだけど、まあ、本音のことを言うと、私は彼は非常にあの、好きな代議士なんですね。好きだっていうか、あの、それなんでかっていうと、まあ、小西さんもそうなんだけど、ここに狂気って書いてます。歌にありますよね。陸部の狂気、支部の熱って。狂気を感じるからなんですね。 私、それに対して、狂気のかけらもない、自分だけ安全地帯にいて、そして、えー、仲間に戦ってこいっていう人は、すごく嫌いですね。国会質問でもですね、なんていうかな、きれいな政策だけ言って、追求者っていうのをやらない人っているんですよ。追求者をやった瞬間に、そんなのはの二流の大技師がするんだと。 言って逃げるるのがいるんで、すよでそういうの限って戦争やの、あの、なんていうかな、うん、傀儡になってたりするんですね。やっぱり国会で追及するっていうことは、それはあの反作用ありますからね、私も、えー、結局今までの,あの26年間の大議士人生の中で5人の、 あの、大臣の首取ったんですね。別にそれはあの、大臣の首を取るのが目的じゃなくて、許せないからやるわけです。でも本当に命がけで、国会に行くときには、もうこれで帰ってこれないと。もうこれであの、片道切符だと思っていくんですね。で、片道切符だと思っていって、まあ、その結果、大臣の方が、 その不正を徹底的に正すといろんなのがありましたね。あれはあの、もう歴史に残ってるから、皆さんご存知かもわからんけども、国策会社があったんですね。いや、あったっていうか、今もあるんですよ。RCC っていう、整理改修機構。これ、どうやってできたかっていうと、1990年代に土地転がしで踊った人たち、あるいは地上げで、 まあ本当に巨万の富をバブルですよね。土地バブルでガンガンにやってくるわけですよ。しかも大やけどつるんで。で、日本はまあ、なんていうかな。不動産バブルの山になるわけですね。金融機関とつるんで。で、だからこれを処理するためには、ある意味、権力が必要だと。検察も中心となって、逮捕もできると。 そして不良債権を買い取って、そしてそれを整理する。整理回収機構っていうんですね。これ、強大な権力なんですよ。それはそうですよ。だって金融と検察が一緒になってんですよ。で、これが不正を自らやっていると。これ、預金保険機構の100%子会社なんですけどね。不正をやってるっていう。しかもその時のトップ。 の案件なんだっていうのが、ちょうど僕は2期生の頃かな。国会議員、衆議院に当選して2回目か。まだあの、議員会館が古い元のところでしたよ。で、整理改修機構を,にを呼んで、なんでこんな不正やってんだって言ったら、帰ってきた答えが、何お前民主党の 二回生議員ぐらいが、俺らに勝つと思うかって言うんですよ。いや、露骨にこの言葉は言わんですよ。でも、えそこの専務が来てですね、もう今でも名前覚えてます。それ検察上がりの人でしたね。お前、俺らに逆らって勝つと思うんかって言ったんですよ。勝つかどうかわからんけどもやってみるわって言って、やったのが、例の予算委員会の質問です。 小泉さんでしたね。あの、その時の首相は。で、小泉氏に、これ、あなたが見ておかしいと思わんかって言ったらおかしいって言ったんです。それはそうで、どんなことかっていうと、のり面あの、のり面っていうと、坂になってる土地があるじゃないですか。例えば土手みたいなのを想像してください。あれを莫大な金をつけて、 詐欺して、その金融機関からむしり取ってたやつなんですよ。もうこれでピンとくる人は、金融の世界に、あの、詳しい人でしょうね。あるいは法律の世界に詳しい人です。で、それで、そこの有名な弁護士さん、トップはですね、えー、その責任を取って、辞任するんですよ。RCC 辞任で、あの、検索してみてください。あるいは、 RCC 原口かゼロで検索してみてください。出てきますか。この事件が。それは命がけだった。逆に言うとそういう国策会社だから、まあ勝つかどうかわからんかった。でも、正しいこと言えば、正しいことやってる方が負けたら、それはこの世は闇だと。自分はまあ二回生の、あの、駆け出しの代議士だけど、 こんなのに脅されてたたまるかと思ったんですね、まあ、これは自分のことを今日言いにあ,のあれするんじゃなくてで足立,足立康っていう議員はですね割と似てるんですよあの彼ものすごくまあ小西君もそうだけどものすごく頭がいいんですよね僕らの何十倍も頭がいいで時々やらかしてんですよでもあれよく見てるとわざとやってたり やらかしたふりしたりしてんですよ。演じてるっていうかな。で、その演じ方がですね、まあ結構えげつなかったりもするんだけど、その自分を守ってる人間の汚さがないんですよ。いや、もうちょっと自分守れよって思う時もあるけども、昔の民主党の荒々しい一回生たち、二回生たち、私たちがですね、 もうとにかく30代で、それ以上はもういらんと、もう元なんとか党とか、元なんとか党とかいうのが寄せ集まりだから、もう全然自民党の勝たんと、ところが僕らは、唯一あるのは若さだけだと、若さをどうやってアピールすればいいかって、まあ、バカなこと考えたもんで、大阪から参議院選挙の時東京まで走ればいいだろうと。 俺らは一日50キロ走れるぞって。で、私はその時に、なんで大阪なんだと。九州の俺のとこから走れと。佐賀から走れと。でもですね、佐賀から一日50キロずつ走っても東京に着かないんですよ。国会に着かないんですよ。どうやったって。一日50キロじゃなくて、一日100キロ以上走んないと、届かないと。で、さすがに、 30にもなって、100キロは無理だと、で涙ながらに大阪から走ったんですね、1日50キロ、参議院選挙の最中ですよ、走りながら演説して、走りながら演説してって、でその時に、ニュースステーションって言ったかな、当時の今の、えっと、報道ステーションの前のやつですね、私の恩師の、自民党時代の恩師の加藤浩一先生がお出になっててですね、 俺らに民主党の若手はもう救いがたいほど馬鹿だと。ただ走ってると <laughs> 言われたんですね。で、やったって、あの有名な自民党様の加藤浩一様がな、あの、有名なニュースステーションで俺らのことを取り上げてくださったと。しかも救いがたい馬鹿だと言われたと。 確かに救いがたいバカっちゃバカもう1日50キロを1人7キロずつぐらいかなあの、分担して走りますから、まあとにかく顔は真っ黒黒、足もギタギタですよね。だって普通のあのマラソン選手だって、そんな走り方しないですよね、してはいけないんですよね。でも沿道で皆さんがすっごく応援してくださるから、僕らは。 まあこういうバカさ加減とかバカって言,わ言ってくださって加藤浩市様本当にありがとうございますっていうそういうところが足立安達康さんあんですよね。で今日小西さんを守ってくれよって言ったらこれが精一杯ですって精一杯のことやってくれるんですよ。いやこれ別にねあの維新だ自民党だ共産党だって共産党だってそうですよ。 僕あの一番尊敬する国田さん。国田さんはもうすごい狂気の方。任教って言うとあの薬剤が出ないですよ。狂気。僕とあの字がいつもあの国体でやってると、まあ、ブレーキの壊れたあの機関車と同じですからね。いつも国田さんが原則をおっしゃっていただくんですよ。 君たちこれはこうやでって、そりゃそうだわと。何十年も僕らの国会議員人生よりもはるかに長く国対委員長をされてる国田さんが言うとですね、いくらあの字、あ,あの字っつったってわかんないですね、えっと、安住くん、安住くんがあんだけ、まあ、まさにあの力を議員にしたような男なんだけど、その男だって、はいって言うんですよ。 あの、理屈ででないんですよ。狂気。なんですよ狂気。今日もある僕は今旧統一教会とこの坂でもう自分の人たちを師匠の県会議員たちがそれから落とされないように一生懸命戦ってるんですけども今日も党派を超えてねあの友人の国会議員に電話してでやってくれるんですよ。だかか、らあの、国会じゃ、なんか 私の引っ張り合いやってたり、つまらんことで、あの、お互いをあの避難したりとか言ってるけど、今日僕が言いたいのは、そういう狂気で繋がってる友人たちっていうのは強いよっていうことですね。で、小西博之参議院議員について言うと、あんな質問、あの、あんな質問って言ったら悪いけど、やりたくないって言えばやらなくていいんですよ。 いや、正直ビビると思いますよ。僕があの RCC と戦うときに、あるいは外務省の機密費問題、あのときは本気でやばかったですからね。相手は強大な、も、ま、う、あ、しかも金持ってますからね。俺なんか全く金なしでしょ金な、金もなければ守るものもない。それはもう、朝銀のときもそうですね。北朝鮮系の金融機関が、 金を北朝鮮に送ってんじゃないかって。あれ結局今の今まで議事録見てみてください。質問した人間って何人いるか。よくね、日の丸アイコンで僕に絡んでくる人たちがいるけど、やってみて。やってみて。やってみたらわかるけん。それは殺されるほどのものをですね、覚悟しないとやれんものがいっぱいあるんですよ。 で、小西さんは今回それをやった。確かに、あの、頭が良すぎる人間が、あの、抱えている、情報が多すぎる。手の内を晒しすぎる。ちょこっとずつ出しちゃいいのに、知ってるものをみんな言うから、逆にあの、防衛線が伸びちゃって。これあの、喧嘩の鉄則っていうか、あの、戦いの鉄則なんですよね。防衛線は、 限りなく短くして、そして攻める角度を鋭角にするっていうのが当たり前なんだけど、まあやっぱり、あの、エリートなんですよね。エリートの戦い方っていうのはもう何でもかんでも、あの、さらす。よくあの、喧嘩するときに手をぐる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 回す人いますよね。あれむちゃくちゃ弱いでしょ。だって、ぐるぐる回したら防御ないでしょ。やっぱりボクシングだったらボクシングで。 顎やテンプルを守っとかなきゃいけないんですよ。で、小西くんの戦い方は、まあ、まさにあの、小さい頃見た、弱っちい、あの、なんていうかな、子供のぐるぐる回しみたいなことをやったんですよね。で、だけど、向かってったんですよ。向かってったんだもん。小西博之は。 ここに白雪だけじゃなくて、杉尾秀也さんも迎えましたね。そんなの、後ろでね、なんだあいつだって。でも、自由のために戦ったんですよ。戦ってんですよ。で、それを、またその、支配される側が、それで不利益を得る側がですよ。ね、今日もなんか、 私があの小西を守れ、小西負けるなって言ったら、どっかの傀儡の,あの手下の評論家が、そんな時代でいいのかとか言ってるけど、もう傀儡黙っとけって、アメリカに言ってなんかあの文句言ってこいやって、今日本をおかげで大変なことになってるんだから、僕に文句言うぐらいの、ね、暇があるんだったら、アメリカ行ってこいって。アメリカ様の DS に手伝っところやって。鬱陶しいから、まあ絶対いかんだろうけども、傀儡の手下だから、ね。そういう強いものにはへこらして、そして挑戦する、あるいは戦うものに、なんていうかな、あ,のあれがありましたね、吉田拓郎先生の歌に、戦わない。 やつらが戦うあなたの,その歌を笑うだろうっていうあのね「ファイト」っていう歌ですよね。で今日本当嬉しかったわ足立君。足立さん。足立ちゃんっていうのかなみんなね。小西さんのことはコニタンっていうんだよね。まあ僕は足立さんって言うし、小西さんって言うけど、足立さん今日嬉しかったよ本当に。呼びかけに。まああなたもね、今まで。 ガンガンにいろんなことやってくからいろんなとこから恨まれてもいるかも分からんけどもあの狂気っていうところじゃつながれるからまあわけのわからん後ろでこう尻込みしながらそしてあのおいしいとこだけ持っていくっていうやつらとは二人は全然違うよねだからあいつずるところがあるんだっていうことをねあーすいませんねここねえー、っとリクエスト上がってますが あの原理を決めてますんで、僕がフォローしてる方だけ、これ、ライブしてあとで YouTube するんですいませんね、今、上がってる方、あのとでお話をしてくださって、フォローができたら、お話をいただくっていう原理なんで、今日は狂気っていうことでつながってる仲間っていうことでお話をしました。議議員員がですすねねこれれからままた暴れると思いますね小西議員も おこんなねな、なんか知らんけども、あのオフレコの、あれ、まあ、謝って、2人ともね、いろんなところで謝らされたりしてるけど、あの、火は火として認めて、でも、あなた方の戦う姿勢は、僕らも共通してるから。 あの、同じ狂気の仲間としてね、頑張っていきましょう。えごめんなさい、今、二人リクエストの方が上がってますが、僕はフォローしてないので、申し訳ありません。あの、このスペースは、フォローしてる人に上がってきていただいています。あの、メッセージとか何とかくださってですね、フォローすることができれば、ここでお話をする。そうしないとね、誰かわかんないと、過去、 びっくりするようなことがあったんでですね。あの、ごめんなさいね。ご理解をください。それじゃあ、足立さん、ありがとう。小西さん、下向かないで、ガンガンに支えるし、もう僕も、あの、戦線に、来週かなそうだね。今日、今日何曜日だ土曜日か。えっと、再来週か、決算行政監視委員会で質問をします。 待っててくださいね。では、ごきげんよ。あ、そうだな。その真逆の人たちがいますよね。仲間をこう捨てるみたいな。今日、あの、文春オンラインで、岸田氏の選挙の資金、資金っていうのかな。違反の、あれが流れてましたね。僕は、あの、岸田氏と、ちょっともうこれで最後になるけど、あの、 自民党時代、横で机並べてて勉強してたんですよ。1990年代。横におられましたわ。あの、なんとか議員さんのご子息っていうんで。で、その頃は全然悪い印象全然持ってなかった。だけど、僕は彼は嫌だなと思ったのは、自分の一番お世話になった横手さん、広島のね、広島の横手さんの 厳しい選挙、広島って2人区なんですよね、参議院ね。で、その横手さんのところに、河合杏里さんが出て、そして彼は、まあ、安倍さんの圧力に負けたのかも分からん、杏里さんの応援に行くわけですよ。これ、僕らの,あの任教とか狂気と真逆なんですよ。絶対やっちゃいかんことなんですよね。同じ自民党でもね。あれやった瞬間に、ああって思いましたね。 まあちなみに、河合くんは、克之くんですね。僕の県会議員に出たとき、佐賀で一生懸命応援してくれた、まあ、うちのファミリーですね。で、あんなことを今、獄中にいますね。でも河合くんは、僕は信じてる。あんなことは、なんていうかな、組織活動費で多分配ったんだと思う。1億5000万の、なんていうかな、 お金が半分どっかに行ったとか、ね、そんな話でしたね。でも、一人で罪かぶって、今、獄中にいるでしょ。河合くんの、あの、が一回弁護士を全部解任するって言ったときに、僕は自分の弁護士、軍団の,あの方にお願いして、河合くんに会いに行ってもらったんですね。僕の、あの、力が、 で、支えられるんだったら、河合くん、もう一回ここで戦おうよって。でもどうですか河合くん利用するだけ利用してですよ。あとみんな知らんぷりじゃないですか。これが、あの僕らの狂気と真逆なんですよ。今だけ金だけ自分だけでですね。それで、なんていうかな、仲間も捨てると。そんなんだったら、仲間捨てる人間、国民簡単に捨てますからね。 そういう人たちとはやっぱりね、一線を画したいですね。それ何と何とそういうのいますもんね。後ろから鉄砲撃つようなのもね。まあ、河合くんあと一年で出てくるのかな。もう一回手紙書いて。まあ、結局、河合克行くんは僕が、あの、差し示した、あの、弁護士でなくて、また前の弁護士をね、雇って、結局ああいう形になったんですよね。 悔しゅうてたまらんと思うよ。悔しゅうてたまらんと思うから、もう一回頑張ろうよ。あの、金に任せた選挙やったらやっぱり弱いよね。ちょうどあの27歳の時、県会議員選挙の時にですね、あの、みんなが1000円ずつ持ち寄って300万で選挙してくれたんですよ。ちょうど今佐賀県会議員選挙してますけどね。 27歳の時に、みんなが自分たちの手弁当で、なんと3000口も、300万も集めて、あの、選挙してくれたんですね。で、その時に、ある政治の、まあ、当時保守系ですからね、今もそうだけど、あの、偉い町長さんが来て、おう、大和弘、あと300万クバキンタた、あの、 お前必ず県会議員に勝つばいって言ったんですよ。みんなの前で。27歳の僕らの前で。で、僕は言ったんですよ。今ね、みんながね、1000、1, 円ずつ集めて、300万。これで千0 0ばしよっとぜって。もうそれももう、ほとんどあと70万ぐらいだったかな。70万ぐらいしか残っとらんって。 第に配っとかって、配れるもんだったら配ってみろよって言って叩き出したんですよ。みんなでね。まあその時の仲間が今も、あれからもう何年経ったかな、35年ぐらい経って、まあバレーだけ重ねてますけども、そういう熱い仲間がいるからでその中に河合くんもいたんですよ。河合くんもあのおっさんを、 叩き出したときに一緒にいたんですよ。残念でならんですね。利用された。利用された。だから、そう思うから彼を助けようと思うんです。なんで立憲民主党のお前が自民党のしかももう党籍も抜けて、極にいる者を助けるかって、その時の支えてくれた恩義があるからです。 でそういうのをね、外してやったら人間の世界は、まあ、政治家っていうのは嘘を言ったり、人騙したり、工作したりって、そんなんではやってないんですよ。いや、そんなんでやってる人もいるだろう。あの、森友子さんが、今落選してるけども、僕にこう言ったんですよね。原口さんバカですもんねって。<laughs> 森さんってすっごい、その、直接的なこと言う人ですもんね。 原口さんって、みんなが、あの、政治家みんないい人だって思ってるでしょって言うんですよ。え、どう,どういう意味ですかって言ったら、あのね、政治家の8割はね、毒でもないからって。自分のことや、自分の利益のこと、国家のこと、国民のことよりも自分の利益のことを考えてるのが8割よって。あなたがいつも失敗するのはそこでしょって。みんながいい人だから、 っっててて思うからあんたはあのよく騙されてるでしょってとんでもないのを応援したりしてるじゃないのって言うわけですよ。確かにね、26年間、この26年間、あの考えてみたら、1人100万ずつ集めて、一生懸命民主党の代表選挙にあの応援した人間が、今僕の前に立ち塞がってたりするわけですよ。だから森さんが言ってることはやっぱり、正しいっちゃ正しい。で 森さんん聞いたんですよ。じゃあ俺と森さんはどっちですかって言ったら残りの2割に決まってんじゃないって僕森さん大好きですよねあの、佐賀の神崎から大仁田敦さん彼が今僕の,あの秘書さんの内川修司さんが神崎の市長なんですけどその前大仁田さんが佐賀に帰ってきてくれて神崎の市長ねあの 挑戦してくれたんですよね。もうちょっとで負けちゃったんだけど、森さんはあの乱闘国会で、大仁田さんぶっ飛ばしたような、そういう人なんですよね。でも、偉いなと思ったのは、その、まあ、ニック家大仁田淳っていうわけじゃないだろうけども、大仁田さんのその選挙の時にちゃんと来てくれてるんですよ。俺、森、森ねえっていうかな。 姉子ってよく言うんだけど、あの人も狂気の人ですよね。狂気の人。俺らはどっちですかって。残りの2割に決まってんじゃないっていう、あの、バシッというあのところがね、しかも、原口さんバカなんですよねって。やっぱバカにはバカって言った方がいいですからね。確かにそれはそ,そうだ。みんなをその、いいって思ってたら、から騙される。で僕が騙される部分はいいけども、 もし国家の水曜たるところにいてですよ。騙されてしまったら、それは国民の損失だから、そのバカは早く治しとかなきゃんですもんね。まあ余計なことを言いました。森友子さん、一刻も早く戻ってください。大仁田敦さん、佐賀で膝が治って、プロレスラーに復帰して、7回目の、あの、引退試合、コラケンホール行きましたけども、 復帰して何よりです僕、同級生が佐賀医大で、あの、佐賀大学医学部で、彼の膝直してくれたんですよね。政治家に復帰するのはまだ先だろうけど、その時は8回目の引退試合、後楽園ホールに呼んでください。もうあれ、すごいですね。すっごい熱気。だから、彼の鬼田敦っていう男のファイヤー、足立史のファイヤー、小西白行のファイヤーと、 通じるところがありますよね。戦う人たち。自分を顧えにず戦う、そういう狂気の男たち。狂気の女性。森友子さん。大好きですね。じゃあ皆さん、日付が変わります。これでごきげんをう失礼します。